中コスプレ丸玉記念。この競技は紅白各6名ずつが2組に分かれて競い合います。スタート地点から一斉にプールに飛び込みまして、プール中央にある台の上にあるカードを選んでいただいて、そこに書かれているコスチュームに着替えます。一番最初に戻ってきた人が優勝です。優勝者には商品として全国200店舗ロマン輝くエステールよりダイヤモンドリングを差し上げます。頑張ってください。女の子なら絶対欲しいですよ。これでもあの皆さんに言っときます、適当に来ちゃダメ、ちゃんと着ないとダメ、ちゃんとセクシーに着てもらわないと、じゃあきちんと着込んでくださいね。ちょっとこう裸けるぐらいはいいけど OK、うん、いいですね、エッチな感じ OK、うん、さあどんなコスチュームがあるのかちょっと見てみましょう。キサ、はい、お願いします。はい、こちらにはですね、男性の憧れの看護婦さんの衣装ですとか、はい、女子高生のセーラー服、その他にもね、ボディコンとかも用意してあります。いいね。キサだったらどれ着たいの？私はボディコンなんかちょっと着てみたいななんて。おお。見たくないですか？ねえ。キサさあ、それじゃあメンバー紹介。はい、メンバー紹介、三宅さんお願いします。はい、お伝えしましょう。まず赤組はシェイプアップガールズ今井絵里さん、イエーイ、ナオミ・グレイスさん、イエーイ、池澤文恵さん、対する白組です、 CC ガールズ森陽子さん、榊優子さん、そして桜井あゆみさんです。以上の6名で争われます。じゃあ早速参りましょう。いきますよ、頑張って、よーい、さあ一斉に6人が飛び込みました。まずは泳いで、とにかく早く行かなくてはいけません。 CC ガールズ森陽子がわずかに速いか、シェイプアップガールズ今井も負けていない、ほとんど同時、シェイプアップ今井と CC 森がほとんど同時。さあ一体何を切るということになるんでしょうか。あ、池澤文恵ですね、池澤文恵が今ボディコンでしょうか。白衣の選手がどうやら森陽子ということになりそうであります。さあ、高木優子がどうやら、あ、これはセーラー服に着替えているところであります。さあ、そしてナオミ・グレースはどうやら、あれはネグリジェでありましょうか。さあ、みんな、ストッキングもありますし、大変であります。看護婦、スチュワーデス、女子高生、ボディコン、テニスプレーヤー、こういったコスチュームが用意されているわけでありますが、ボディコンを今ストッキングを履き終えたところであります。さあ帰ってまいりました、 CC ガールズ森陽子、看護婦の衣装に着替えまして、森陽子速い、その後ろからナオミ・グレース、さあそしてその後ろから懸命に追い込んできた池澤文恵、しかし今優勝は CC ガールズ森陽子。残念、看護師さんはエッチな看護師さん、いいね、スケスケです、看護婦森ちょっといい、なんか同性の私もドキッとしちゃった今、めちゃめちゃまだあそこで着替えてる人いるんだけど、おい何やってんのお前森、なんか大サービスだな、ね、お前ものすげえなんかエッチだったぞ、あの、ふみえちゃん飛び込みかっこよかったよ。あなたもちょっとエッチだったよ、見たいつ。そこで溺れてるの見えたんですよ、前で。抜かせると思ったのに。CC が溺れてると思ったって、抜かせると思ったって。で、今井もね、なんかテニスのあのパンツ、後ろがお前、モコモコに丸出しになりながら着替えてたぞ。すごいな。何が丸出しですか？お尻ですか？いや、何がって言われても。お尻のフリフリ。水中コスプレ丸玉着替え、1組目は生むかしい看護婦の制服を着た CC ガールズ森陽子が優勝。さあ続いて第2回戦参りましょう、はい、2回戦、はい、今度はどんなコスチュームがあるんでしょうか。はい、さあちょっと教えてください。続いてもすごいですよ、あのですね、府警さんの衣装ですとか、バニーガール、その他にもチアリーダーやウェディングドレス、そして浴衣などもあります。あ、浴衣いいね。さあそれじゃあ早速選手、はい、三宅さんに紹介していただきましょう。はい、ご紹介しましょう。まず赤組の選手です、シェイプアップガールズ三瀬まみこ、三瀬、オセロ松島直美、イエイ、朝比奈麻里、イエイ、以上の3名です。続いて白組です、
CC ガールズ山田貴子、菊池マリエ、そして滝縄奈緒、以上の3名です。さあそれじゃあ参りますよ、いいですか。はい、頑張ってね。セクシーでお願いします。頑張ってね。よーい、さあ一斉に6人が飛び込みました。おお、やはりシェイプアップ2世マリコが速いか、あるいは CC ガールズ山田貴子、そして滝川奈緒もなかなか速い。やはりシェイプ、やはりシェイプ2世マリコが一番2位が台に上がっていきました。しかし問題はここから、一体どんな、どうやら2世マリコが K のどうやら突進のようです。さあそして CC は何だ、あれは CC ガールズ山田貴子は浴衣です。 CC ガールズ山田貴子、さあそしてこちら朝比奈マリーも今スカートを履いているところであります。これはどうやら OL でしょうか。さあ浴衣あるいは福井さん、浴衣はラッキーだ。こういったコスチュームが用意されております。なかなか難しいところ。こちらはウェディングドレス、こちらはウェディングドレスを着ています。いいね。さあ今ストッキングを上げている。さあ、おお浴衣を着ました。CC ガールズ山田貴子でしょうか。早い、うちは持ってる。ああしかし浴衣、全然進まない。浴衣が重くて進みません。浴衣が重くて進まない。 CC ガールズ山田貴子、浴衣を着てもう一人だけ。これは完全に一人旅。しかし浴衣を着てますのでなかなかこちらに戻ってきません。今ゴールインであります。 CC ガールズ山田貴子です。いいね、店さんの。いいね、店。店さん、やらしい。最後まで、最後まで。ほら、バニーガールも頑張って。さあ、頑張っていこう。さあ、上がってください。ボンボン持って、まだ泳いでるぞ。あ、なんか踊ってるみたいよ。踊ってる。大丈夫か。チアガール踊ってる。だらしね。おいおい、店、体がでっかくて、入らねえらしいぞ。あれでオッケー？ちょっとストッキング小さかったんですかね。おっと溺れてる、溺れてる、覚えてる。あ、OL もいるんだ。 OL さん、これ福井さん、ヒロミさん、福井さん、ウェディングドレスに OL さん。はいはい、優勝した、優勝 CC ガールズの貴子です。ありがとう。お前早かったな。ビジキずっとうちはもっと泳いでるからなんだかね、でもね、2位で惜しかったんだけどね。ボンボンでな、ボンボン持ちながら、ね、かわいそうに。重いよね、水が入ると。マーシー、女子高生ですって。現役、はい、女子高校生、はい、いいね。似合ってる、似合ってる。水は何、入らなかったの、ストッキング。え、ストッキング入んなかった。入ってるよ、完璧だよ。ちょ、見せて見せて。いや、ちょっと気になる。どんな状態、ちょっといいね、チェックしましょうか。私、堀口チェック。失礼します。あ、やらしい、このお股に引っかかってるダンス。水中コスプレ丸玉機械2組目、またもや CC ガールズ山田貴子が優勝。 CC ガールズの活躍で白組20点ゲット、同点に追いついた。